私には戻りたい夜が多すぎる。ねえ、なお、なんか言ってよ。この前の舞台どうだった？誰かの評価のためにやってんじゃないから。それって自分の力で評価されてから言う言葉じゃない？5月に公演しようと思って面白くなる予感しかしないから。主演女優がずっとバイトして待ち続けてますけど。自分が産んでなくても結局にいるんじゃん。ちょっとは奈緒ちゃん見習って大人になれば。ブドウ畑のあんな華麗に奈緒、奈緒が作った舞台として再演しようと思って、奈緒との唯一のつながりならって。アンナの役って早苗さんじゃなきゃダメですかね。それはさすがに奈緒の意思に反してる気がします。まなみの最後の舞台なら成功させた方がいいでしょ。やってみないと分かんないよね。舞台やろう。本日は主演の松井玲奈さん、前田監督をお呼びしております。いろんなお話を聞いてまいりたいと思います。それでは早速お招きいたしましょう。松井玲奈さん、前田聖奈監督です。皆様大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。本作公開を迎え1週間が経ったんですけれども、まず最初に一言ずつゲストの方に挨拶をいただきたいと思います。主人公のまなみを演じられた松井玲奈さん、お願いいたします。はい、まなみを演じました松井玲奈です。皆さん割と朝早い回をご覧いただいて本当にありがとうございます。今日は短い時間ですが、楽しくお話ができたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、本作の監督を務められた前田聖奈監督、お願いいたします。はい、監督させていただきました前田聖奈です。本日は満席の劇場でこのように舞台挨拶できることをとても嬉しく思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。松井玲奈さんにお話を伺いたいと思います。はい、まず本作は映画単独初主演ということで、この公開舞台挨拶に関しましても東京や名古屋の方でも今いろいろと舞台挨拶を行っていただいてましたが、大阪では今回初となります。改めてお気持ちいただけますでしょうか。はい、大阪でこうやって舞台挨拶をすること自体がかなり久しぶりなので、こうして大阪で映画を見てくださるお客様に会えたことがまずはすごく嬉しいなと思いますし、その作品が自分が主演をしている作品であるということもすごく光栄なことだなと思ってます。ありがとうございます。では続きまして、監督も今回商業映画では初ということで、はい、はい、でまあ今回その初作品を引っ提げ、名古屋東京に続きここの大阪で舞台挨拶されますが、お気持ちを伺えますか。はい、そうですね、まずはこの商業映画初っていうところも、なんかそんな風に商業映画を撮らせていただけるっていうことがとってもビッグチャンスすぎて、なんで今ここにいるんだろうって実はちょっと思うくらい、すごく奇跡的なことだったなという風に思ってまして、松井さんに主演をいただいて全国で映画を公開されて、こうやって今大阪で見れる状態ってなんか本当になんか嬉しいことだなと思っていて、結構まだ信じられないような気持ちがある中でのことだなと思ってます。はい、そうですね、一昨年コロナで舞台挨拶も全然できなかった時期もございますので、はい、はい、こうやって皆さんにお会いできるのは大変ありがたいことだと思います。で、こ
こちらの作品自体がコロナのあった時に台本の打ち合わせだとかがあったかと思うんですが、大変だったことなどございますか？どうですか？大変だったこと、でも、なんか大変っていうよりはまあ、コロナ禍だったので Zoom でずっと打ち合わせを、ね、していて直接お会いしたのは衣装合わせの時そうです、ね、初めてだったので、それまででも1年ぐらいですよね、ずっと話を結構長いことしてましたね、させていただいたのは逆にそのコロナ禍だったから直接会わない分密に何度も連絡を取れたりとか脚本の打ち合わせとかをずっとできたっていうのがなんかこの時期ならではだったのかなとは実は思っていて、すごく貴重な経験でした。はい、私はそうですね、そのオンラインで打ち合わせをしたりだとか台本を本読み読み合わせをしたっていうのは今までにない経験だったので、初めてのことで戸惑う瞬間もあったんですけど、でも撮影に入ってしまうともちろん感染対策はしっかりしてるんですけど、でもあんまりこれがこうで大変だったみたいなことはなく、いつも通り自分の役と作品に集中して参加することができたのかなと思ってます。ありがとうございます。あとですね、舞台挨拶これまで行ってきた中で松井玲奈さんの方から監督の印象をとてもパワフルな方というふうに称されてたんですけれども、具体的にどんなとこがパワフルだったかなど教えていただけますでしょうか？具体的にですよね、もうパワフルじゃないですか。わかりますよね、なんか私のなんか10倍ぐらい生きてるエネルギーがあるんですよ、はつらつとしてる陽陰みたいな、いやいやいや陰ではない感じがしていて、なんていうんですかね、本当に作品にかける思いだったり、私が一つ質問したことに対してもそのシーンの意図だったりとか、まなみという役に対しての答えをすごく多く返してくださるんですね。でそのなんか熱量を感じた時に本当にエネルギッシュな方だし、こうやりたいこと、自分の撮りたいものってものがはっきりされてる方なんだなと思って、なんかそういう点でなんか生命力エネルギーに満ち溢れてると思ってました。現場でもいつもなんかチャキチャキしてて私は割とズーンってしてたんで、監督今日も元気だなと思ってました。言われて監督いかがですか？逆に監督から見た松井さんの印象も逆に教えてください。そうですね、そんななんかエネルギッシュに思ってもらってたとは思えないぐらい、もうとにかく撮影中はもう必死すぎて、多分なんかもうその必死さがなんかエネルギーに見えてたのかなとは思うんですけど、なんか松井さんはもう本当にそのオンラインでお会いした時から本当に今までずっとこうちょっとこうお姉さん的存在で、本当ですか？本当ですよ、なんかそれこそ演出をこうもう本当に拙いんですよね、なんかこう銃言うって言ってもその10言ってる内容がなんか回りくどくって、なんかなんて説明したらいいか分かんないからとりあえずいっぱい並べてみるみたいな感じでこう演出をしてたんですけど、なんかそれをこういうことですよねっていう風にこう汲み取ってくださって、で私が多分こうなんか伝え方がうまくできてない部分も噛み砕いてこうご自身で考えてその上で消化してこう演技してくださるので、なんかその時にあ私言いたいことこういうことだったのみたいなことがすごく多くて、なんか私が言えてないのにそれをこう何ですかね、理解してくださってやってくれるっていうことがすごく多かったので、それにもう本当にたくさん支えられて助けられたなとは思ってます。ありがとうございます。逆に今回演出の方ではとても感情をそぎ落とすといいますか、皆さんご覧になって分かりのように、めのみという役は自分の感情表現がとても苦手な不器用な女性でした。感情表現をそぎ落とす演出をなさられたということで、いかがでらし、演じるにあたって難しかった点ですとか、はい、あとそれで演出、そういうふうな演出をされたことに対してどうだったかを教えていただければと思います。川崎どうぞ。そうですね、演出はまあまあ全部本当に大変だったと思ってるんですけど、とにかく必死だったのでっていうのはあるんですが、ただまなみっていう役はもう本当におっしゃる通り、その
出したい感情を、逆側ってこう、放出しちゃうような方だと思っていて、でそれをずっとお話ししていて、自分が寂しいと思った感情をぶっきらぼうに出してしまって、でまた違う感情もまたぶっきらぼうに出してしまってっていうところで、なんか逆にこう表に出る瞬間と出ない瞬間というのを、セリフで伝えるということではなくて、学びの行動だったり表情だったりで、この映像に載せていきたいっていうことをすごく話してたので、この瞬間は出さないでほしいとか、ここは逆に素直に出してとかっていうところを、割とその感情面の話をさせていただくことが多くて、セリフのその言い回しとかっていうよりは、そのどういう今感情に置かれてて、どういうふうな相手の伝え方をしてしまうのかしちゃうのかっていうところは、すごくなんかこう一緒に意見交換を演出部分でさせてもらったかなと思います。はい、私はそう、その本当にいろんな部分をそぎ落として、まなみは多分お酒を飲んでる時ぐらいしかちょっとこうふわっと砕けた感じにならなかったんですけど、だ基本的にはずっと抑えてやってたんですけど、お酒飲んだ後に新山さんと外で、はい、水もらってはい、なんか舞台やりませんかって誘われるところ、はい、あそこの演出だけ監督がここは恋愛が始まるかもしれないみたいなキラキラした感じを出してほしいですって言われて、突然それまで学びって結構抑えてたから、そんなキラキラした感じ出せるかなと思いながら六本木で撮ってました。あそこ六本木のねすごい人がいるぐらい、それは違う、なんかそれがすごくなんかなんだろう、普段の学びのテンション感と違うところで、なんか監督もいつもと違うちょっと生き生きした感じの演出をしてました確かにあそこの松井さんがこうまなみさんって声かけられてこう振り向くところがめっちゃ可愛くないですか、はい、あそこすごい可愛いですよね本当に本当にはい、はいって言った時の声がワントーン高くてちょっとまなみなんですけど、なんかこうちょっと松井さんのところが 50% ぐらいでこう振り向く瞬間だったのか。本当ですか。そうなんですよ、はい、はいっていうそのはいがすごい、その 50% ぐらいでこうちょっと見えた時に、私モニターでちょっと離れたところにいるので、みんなでまさかこの映画にラブの要素があったというのは誰もね思ってはなかったので、もう一度見ていただくときには違った見方が楽しんでいただけるかもしれない。確かにそうですね。新山さんとのシーンは、ね、恋が始まるかもしれないみたいなコンセプトが実はすごく下の方に走ってたっていう、ね、全然そんな感じじゃないのにでもなんかちょっとこうそのもしかしたらこの話がどういう方向に行くか、うん、その時点では分からなくしたかったっていうのもあって、なんかこうまなみがちょっとこう東京に行ってちょっとワクワクしちゃって浮き足立ってる感じがほんのちょっとどこかであったらいいなっていうのもあって、そういう演出をさせてもらったんですけど、はい、可愛かったです。ありがとうございますこの映画をご覧になられた時に、まあ、一人の女性の成長物語という形でも見れるんですが、やはりこう友達との友情にとても感動されたという子たちをお話を聞いているんですけれども、その早苗と真奈美との関係性についていかがでいらっしゃいましたか。はい、なんか舞台挨拶をしていく中で、こう監督がお互いを補い合っている存在っていうふうにお話をしていて、確かにそういう足りない部分を補い合っている二人だなと思ってた時に、なんかごめんなさいね、今から私が話す話半分で聞いてください。プーさんみたいだなって思ったんですプーさんっていつもピグレットってちっちゃい豚と一緒にいるんですよ。でプーさんってすごい楽観的というか、何でも大丈夫だよって言っちゃうんですけど、ピグレットはすごい心配性なんですよ。大丈夫大丈夫って言って追っかけてる。でもその心配すぎちゃうピグレットに対してプーさんはそんなに気にしなくていいんだよ大丈夫って言って、ずっと二人でなんか補い合って回ってるんですね。なんかその関係性になんか近からず遠からずでも私の中ではシンパシーを受けるなと思ってなんかあの二人って実はプーさんみたいなのかなって思ってました。はい、すごい発想じゃない。そうですね、すごい初めて伺ったんですが聞いて
もう皆さんもきっと納得。いやでも多分皆さんの周りにいる人たち、友達とか近しい存在の人って自分の足りないところを補ってくれる人が絶対いるんですよ。それは私は勝手に自分の中でプーさん理論って呼んでてだからそういう人たちが皆さんにも、そう、自分がプーさんだとしたらピグレットみたいな人がいて、自分がピグレットだとしたらプーさんみたいな人が近くにいるんだっていう、ただそれを伝えたかっただけです。ありがとうございます。もっと楽しいお話を伺ってまいりたいんですが、え、これで終わりですか？やばい、終わりではないです。締めの挨拶はもちろんあるんですけれども、映画に関してのお質問はこちらで以上で、残念ながらお時間となってまいりましたので、最後にこの映画についてのあのご覧の皆さんご覧になられたんです。いや全然皆さん、ね、素敵なお話ですよね。はい、メッセージをお願いできますと幸いです。では松井さんからお願いいたします。はい、なんかごめんなさいね、初めてこんな話してこんな空気になると思わなかったんですけど、でも本当にその今話したみたいに、その学びってすごく自分が演じてても映像の中でもこう孤独な存在というか、ちょっと周りと距離を取ってるような部分があったんですけど、でもやっぱり気づくと、その母親だったり、その早苗だったり、なお自身もそのなんだろう、一人で寂しいと思っていても、自分がいなくなった後に自分のことを思ってくれる相手がいる。実は自分が気づいていないだけで、やっぱり誰かの視線というものを、実は誰かの視線を実は常に向けてもらってる、そういう温かさ、人の温かさに改めて気づくことができた作品だなと思うので、なんかまたちょっとプーさんに戻っちゃうそう、ね、皆さんにとって その自分に欠かせない、自分の足りない部分を補ってくれる、そんな素敵な人をぜひ大切にしてもらいたいなと思います。なんかごめんなさいありがとうございました。ありがとうございました。最後に、では前田監督よろしくお願いします。そうですね、まさかのそのプーさん理論が、ちょっと尾を引きすぎてもう私も今最後の話、ごめん、ちょっとだけ話半分になっちゃったんですけどいや、すごいね、思ってもない批評をいただいてすごい嬉しかったんですが、確かにこの作品は本当にいろんな見え方があるのかなと思っていて、家族のフォーカスを当ててみれば家族に対しての思いを馳せる瞬間もあり、逆にこうなんですかね、演劇という部分にフォーカスを当てると、その友情関係だったりとか、共にこう今その30という年齢で、まあ、人生どうやって生きていこうかということに迷う、大人の葛藤にも見えますし、なんかすごくいろんな見え方がする映画になればいいなと思って作ったというのが実は本音でして、何かこう一つでも皆様の中にこう共感する部分だったりとか、あ、この時こういうことあったなとか、逆にこれから人生歩む中で、あ、この瞬間ってこういうことだったのかな、あの映画のワンシーンのあれにちょっと似てるななんてことをこうふと思い出して、でその時に多分近くに絶対こうまなみがどうしてたかとか、まなみの気持ちっていうところがこう浮かんでくるんじゃないかなと思うので、何かそれをこうこの映画を見て持って帰っていただいて、心の片隅に置いていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上で本日舞台挨拶を終了させていただきます。皆様大きな拍手でお見送りください。今回は、ただいま全国絶賛公開中です。